はいどうもこんにちは、スレオシグです。今回はマックナイフ。このキャラね、すごいリクエスト多かった。このキャラとスローネとグシオンがなぜかすごいリクエスト多くて全部取ってきました。ということで今回はマックナイフですね。でですね、このキャラバーサスで確か1回強化もらって、サブのプラズマクローがね、リーチ長くなったり感性乗れるようになったりで結構強くなったんだけど、今作からの変更点もねかなり多くて、1試合目変更点語りながらって感じですね。でこのキャラね、特化合成で掴んで殴るやつがあるんですよ、格闘特化合成で。これがね、前作が、あれかな、ダウンチマックスだったんですけど、今作ね、ダウンチが減って、メインと同じになったのかな。通常時で3回入ります。あ、ちなみにアンカーから特化合成が追加されて、アンカー特化合成が3回入りますよって感じで。で、これがね、火力がね、2000を超越しました。これ本当にすごい。俺、基本的に、こういうリクエストキャラって最初トレモでコンボ練習するんだけど、はい、これサブから N3 段特化化発生、前捨てアンカー特化化発生、これでね、280減ります。すごくない？いや、なんか、格闘生当て指導、指導が生当てならまあわかるんだけど、このね、サブ指導でね、280マジかって感じでびっくりしました。で、しかも結構お手軽なのがね、ブースト全然使わないんですよね。格闘中と、あと、格闘の派生中一切ブースト使わないんで、ちょっとステップ1回分残しとけば、コンボ完走できると。いうことでね、火力がほんと凄まじくなりました。ちなみにね、これ、アンカーから特化合成もあって、アンカーから特化合成3回で通常時で300出ます。すごいよね。マックナイフもともとそんな火力出るイメージなかったか、小賢しいイメージだけだったから、あれなんだけど。ということで。で、あとね、変更点と関係ないんだけどね、この試合、リクエストでね、前特者をうまく使ってみてほしいって言われて、で武装の性質を最初理解するためにトレモでパーって触ったところ、まずメインからのキャンセルがあって、前特者ね、あれね、ミサイル後方に撃って、こうなんだろう、あ、乗り出すような、こう身を乗り出すような挙動なんだけど、これでね、こっから前特者からこれからメインのキャンセルがあって、これキャンセルってことはまあ明る保存ができるわけですよ。で、上から攻めるの強いなと思って、で、ね、これ何回似てんなと思ったら、シナンジの隕石、前隕石に似てて、でですね、最後の方の詰め方、見どころさんなんで。で、あと変更点が、スラスター、違う、ブースターが、なくなりました。で、一応覚醒中はね、ついてるんだけど、これは演出みたいですね。演出でつく感じです。で、あとは、そう、格闘から前派生が追加されてね、3試合目でね、うまいスカシコンしてるから、ぜひ見てほしい。さあということで、まあ、とりあえず前特者の見どころさん早々来るから実況戻りましょう。はい、ということで、相方ユニコーンで228かなり持ってくれてる。さあギス覚醒入って、さあバダラの、照射引っ掛けてから、さあ相方落ちて覚醒溜まって、前特者メイン、前特者でガラ保存しながら相手に詰めて、覚醒で前特者回復させて上からメインでと、こんな感じで使うといいんじゃないでしょうか、リクエストされた方といった感じで、まあ一つこれもありやと思います。まあでも逃げもね結構強かったから、攻守どっちも使えるいい武装だと思います。はい、2試合目いきましょう。変更点まだちょっとあります。はい、続く2試合目。お相手がギスレイクセリアで、あれはカオバとコタングか、珍しいペアだな。で相方が、ユラのユニコーンですね。ユラとは最近よく組んでてね。はい、ユラさん、本当にマックナイフを乗って申し訳ございませんでしたということで、あと変更点が、まあ細かいところあるんだけど、あと俺が気になったのが、特写がね、ジョージ・ディロードから打ち切りディロードになりましたね。これは俺どっちかというとジョージ・ディロードの方が好みだったかな。まあこれは人それぞれですね。俺は前特写結構使うからって感じ。さあギスリーと対マンする場面だが、ギリギリ格闘化をして、アンカーから N 出し切りで壁際だとこのオバヒコンボが繋がります。ちなみにしっかりトリモで練習してました、これ。さあ置き攻めサブを当てて、 N から前派生、さあシルビが来てたんで、スカシコンしかも失敗してるし、まあシルビ来てたんでどの道しょうがないよね。さあサブ引っ掛けて N3 段特化合成ドーン。はい、ということで、ギスリーをねノーダメで倒しました。めっちゃ嬉しかった。さあって思ったらユラが、エクセリアねバカしばかれてますね。しかも俺が、エクセリアのギロビフルでもらっちゃって231減って、さあユラ覚醒相手、こちらも一緒に詰めていきたいが、コタングも覚醒相手だ。さあここ近距離で、これ感性乗るようになったのマジでかいね。しっかりサボ押し付けたが、ここは一回取られてしまい、さあ CS で一回落下して相手のレバ特殊は避けつつ、これちょっと逃げたいねって思ったけど、ちょっと攻めたいさあって思ったらだらしない着地して被弾してしまいと、逃げたいんだけどね、こういう逃げしか思いつかないんだよ。これちなみにあれですね、変形持続ですね。変形って変形のおばい、終わり際
おばひになるときに、武装をね、出していると、その分変形持続できるんですよ。で、このキャラね、メインがタップちぎるから結構これ有益ですね。使ってみましょう。さあ、エクセリア落として、相方がしばかれてるけど、これ助けに行くと勝ちに繋がらないんで、ここは自分から勝ちを作りに行きたいが、うまいこと格闘チャージの方向に誘導させられましたね。さあ、ユラが覚醒吐いて、こちらも一緒に攻めていきたい。さあ、メインで追い詰めつつ、ちょっとギスの位置が怖いけど、さあ、メイン2射食らって、ユラがしかもミスっているが、ここ、僕が半角溜まってるんで、これは行きたい。さあ、前特射で詰めつつ、相手もシルビ張ってるんであんまり強気には出れない。さあ上取りつつなんとかして弾引っ掛けたい。さあここメインのやる気からバダラの照射引っ掛けて、これ弾速速いから結構つながります。さあラスト、2人で、バルカンバーで勝利と。バルカンバーって雑だな。ちなみにねこれこんな見た目してるけどビーム属性です。ビームバルカンでございます。めっちゃ見にくいよねこれ。さあ3試合目いきましょう。はい、続く3試合目、お相手がライトニングガンダムフルバーニアンとウィングガンダムゼロですね。でですね、私ずーっとスカシコンの練習してるんですよ。トレーニングモードで。まあその最初1クレ目でトレーニングモードである程度基礎コン練習した後に、このキャラね、前派生を使った、新規の前派生を使ったスカシコンがあって、これ、まあ動画で新規の前派生紹介しながらスカシコンできたらすげーかっこいいだろうなと思って、それのために300円使ってずーっとトレモレ一人で練習しました。さあ行っていきましょう。サブから N3 前派生から N1 スカシの前派生。めっちゃかっこくない？で、あとさ、めっちゃ上に上がらないっていう感じで。で、この前発生は、バーサスについたのかな確か。バーサスでついたやつで、結構カット耐性良くておすすめですね。はい、ということで、いいじゃん、これ。で、あとね、これ、今のサブ指導なんですけど、今のが N 角指導だったら、あともう一回今の同じスカシが入るんですよ。で、これね、3回スカすと、相手天井まで上がります。ってことで、なんか2000のくせにすごい奇抜な性能してるよなと思って。あ、で、ちなみに、このさっきからやってる、このオリテク、アンカーから、まあ、格闘ですね。格闘、てか、二次捨てから、特格キャンセル。あ、違う、特格、不破捨て特格でオリテクできます。これは、あれだね。フルクロスとかのさ、ディロキャンとかと同じ理論で、まあ、今更だけど紹介すると、まあ、足止まらない武装っていっぱいあるじゃん。例えばさ、振り向きがないやつかな。振り向きがない、足止まらない武装。例えば、じゃあ、暁のバルカンとかあるじゃん。ああいうのはリロキャンできないじゃん。じゃあなんでこれはできるのっていうのが、これね、コマンドにブーストボタンを、が入ってるとき、例えば特格と特射かな？特格と特射の武装で、なおかつ、振り向きがなくて足が止まらない武装。これは共通して全部、リロキャンできます。リロキャンっていうか、ああいう二次捨てから不破捨てのやつね。二次捨て、不破捨て、で、特格ってやるとできます。これね、割と新規キャラクターとか出てきた時に、あ、このキャラ特格か特写で、なんかそういう足止まらない振り向きない武装あるじゃん。じゃあできんじゃねっていうのができるから、覚えといた方がいいかもしれない。いらないかもしれない。さあ、ラストはビームバルカン刺さって勝利と。ちなみにさ、このバララいるじゃん。バララのさ、N かな？ N のバルカンのやつ。N 特格でバルカン出してくれるんだけど、これマジ見にくくない？これ本当に見えない。さあ、ラスト行きましょう。はい、で、ラスト、お相手がエクシアとダブルオーですね。マッチングランク S かっこいいよね。いや、俺もさ、最近ナスタンとかと組んでるさ、このマッチングランクはさ、S ランクに上がれるようになって。で、見栄えすごいいいんだよ。でさ、なんかこう、マッチングランクはさ、こう、A から AA とかさ、AA から S に上がった時ってさ、なんかこう、あ、俺強くなったーっていう勘違いしちゃわない？俺ちょっとするんだよね。なんだけど、冷静にね、その後の勝率見てね、まあ、ナスタンとやるとき大体なんか、よくわかんないキャラで組むんですよ。白マクツとよくわかんないキャラみたいな感じでやると、ボロ負けして、なんか一瞬で勘違い消えますよね。ということで、見ていきましょう。さあ、開幕。まあ、ユニコーンそれはな、マジ狙われるよなって感じでボコボコにされてて、ここは一回、来てたエクシアにアンカーから、N 角3段前発生から、ここは無難にスカシコンじゃなくて、前格闘で、ダメージ伸ばして。ちなみにね、前格闘も結構ダメ補正いいです。さあ、ここメインのよろけから前発生当てて、スカシコンできない。ちょっとこれむずいんだよ。分かってくれ。バックステで繋がるんですけど、ちょっとむずい。だから練習必要ですね。さあ、ユニコーン覚醒吐いて、あれから少し持ってくれてますね。ありがたい。さらがこっちは落とされてしまい、逃げたいって思ったが、メインから特殊のギョロビ食らってしまい、これ、まあ、メインからのキャンセルなんでちょっと安かったですね。さあ、一回プラズマクローで相手量子化させて、ここは安く済まされて。覚醒溜まってんだけどな、これ吐けないんだよな。
L 覚醒だったら俺絶対入ってんだけどね。さあ、ここはサフを、うまいこと、あれですね、ステップでかいくぐられましたね。で、下からゲロビ当てられて、最悪者がゴリゴリ攻めてきて、メインから横横サブ、いいコンボ。さあ、これだいぶきつい。あ、しかもメインからサブ、これやばいな。さあ、自分も危機感持ってきて、さあ、一回フル覚醒あるけど、これ割りたくない。さあ、ギリギリ我慢して、N 前外れしっかり落として、さあ、相方がダブルを煮詰めているということで、こちらしっかり逃げていきたい。これね、状況判断間違えました。これ変形でね、上行こっかなーって思ったら、冷静に行くし、上寄ってきて、これ終わったと思ったよ。これ終わったと思ったんだよ。変形格闘がとっさにね、本能的に出て、結構判定強かった。さあ、ここ逃げたい。さあ、逃げで一回前特殊挟んでギリギリ取られず。いいですね。前特殊はこうやって使っていこうね。さあ、ラストは相方が、ユラがメインサブで取ってくれて勝利と。といった感じで、かなりね、ユニコーンに介護してもらった視点が多かったですが、なんだっけこのキャラ、マックナイフでした。なんでキャラの名前、お前、おー、エンディング行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。拳でマックナイフ。はい。てかさ、ま、すげえ関係ない話にいきなり行くんだけどさ、デュエルマスターズのさ、ま、最近、ちょっと復帰しようかなって思ってさ、いろんなカード調べてんだけどさ、拳でグーチーパーだっけ？なんか、あるんだよ。じゃんけんするカードが。あれ大丈夫なのかなって思ったんだよね。なんか、デュエマってそういうのをネタにしていいのかなって思って。すごい面白いくらいなんだけど、すごいなって思いましたま、最近そんな感じでちょっとデュエマにお熱でございます。はい、といった感じで、まあ、マックナイフね、あんじゃん、ブースターが解除されたの結構きついところはあるけど、その分武装自体がかなり強くなっているから、特にサブね、だからまあ割と悪くないのかなと思うんだけどね、一つ気になるのはバーサスの時さ、このキャラメインからサブのキャンセルルートあったんですよ。なんで消えたのかなって思って。これ純粋な疑問なんですけど。さ、マックナイフじゃねえ。マキオンからバーサスってなったじゃん。そのマキオンからバーサスの時にさ、大体のキャンセルルートって結構消されたものが多いんだよね。キャンセルルート消されたの多いじゃん。メッサーラとかもそうだし。なんだけど、こいつキャンセルルート増えたんだよ、バーサスの時に。だから、エクボツ割りつついんじゃねえかなって思ったんだけど、消えてましたね。これ、なんでだろうなと思ったけど、うん。このキャラな、そのメインからサブさえあれば結構強いんだけどなと思うんですけどね。といった感じで。まあ、そんな感じですよ。でさ、最近思ったんだけどさ、皆さんのリクエストがさ、スロネドライといいさ、グシオンといいさ、マックナイフといいさ、なんでこう、ちょっと弱いキャラチョイスしてくんの。なんかさ、リスナーの人にさ、お前が弱えつって苦しむ姿も見たいんだよっていう、リプライこの前もらったんだけどさ、本当にそうなんでしょうか。皆さんはどうなんでしょうか。はい、といった感じです。まあでも最近、結構どのキャラも上げてきたからな。結構いろんなキャラ上げてきたから、まあ、なんだろう、こう、消去法でこういうキャラに行き着くのかなと思ったんですけど、なんか強いキャラいない？ユニコーンとかも結構強いしね。うん。リクエスト全然来ないんだよね。はい、といった感じでご視聴ありがとうございました。次回の動画また見てね。バイバイ。